こんにちは、本会チャンネルのサムです。今回はドミニック・ローホーさんが書かれたシンプルに生きる、人生の本物の安らぎを味わうという本を解説します。今回の目次は以下の通りです。 1. 本物だけを残す。 2. シンプルが人を磨く。 3. 幸せを呼び込む家とはという順番で解説していきます。本書は時代と調和しながら人生の意義を追い求めていく人に向けて書かれた本です。だからといって小難しいことが書かれているわけではありません。時間もお金も人付き合いもシンプルな視点で捉えることが大事だと教えてくれています。紹介されているメソッドは日常生活ですぐ実践でき、実行すればするほど心が満たされると実感できるのでおすすめの本です。というわけで、1、本物だけを残す。この章では3つのポイント、真の満足を知るのは大変、物の機能美、物付き合い、人付き合いを整理するというポイントについて解説していきます。まず1つ目のポイント、真の満足を知るのは大変。自分が好きなものを持つというのは、使い勝手の良さと同じくらい私たちに喜びを与えてくれます。しかし現実には、何が本当に好きなのか、何が自分たちの生活スタイルに合っているのかを知らない人はたくさんいます。まずは大好きなものだけを取っておくと心に決めましょう。自分の世界をつまらないものや過去のものに占領させてはいけません。少しでも自分にとって良いものを選ぶことが大事です。例えば肘掛け一つ取っても、単に質の良い椅子ではなく、一番綺麗で一番軽く体にぴったり合い、一番座り心地の良いものにする、ほどほどに良いものを処分して完璧なものと取り替えるようにしましょう。それがたとえ他人の目には浪費と映っても躊躇する必要はありません。ミニマリズムは高くつきます。しかしこの代償を払ってこそ、私たちは最小限のもので満足できるようになるんです。選択のミスを重ねながら、何が自分に合うのかを発見していきましょう。失敗は成功のもとです。続いて2つ目のポイント、物の機能美。アメリカの建築家フランク・ロイド・ライトは言いました。機能的なものは見た目も美しい。シンプルとは、美しいものと適切で便利なものとの完全な一致を意味します。物の質や価値は使うことによって発見していくものです。闇雲により良いものを求める必要はなく、自分にとってしっくりくる長持ちするもの、そしてその使い道に適したものを求めましょう。ポイントは、購入する前に手に取って感触や重さを確かめることです。それが自分にぴったりか、用途に適したものか厳しくチェックすることがシンプル主義のメソッドです。どんなに美しても扱いにくいものはダメです。壊さないように気をつけていたら、使う楽しみが半減してしまいます。では続いて3つ目のポイント、物付き合い、人付き合いを整理する。私たちが本当に必要なのは、選び抜かれたワードローブ一式、携帯用化粧道具入れ、お気に入りの写真を貼ったアルバム一冊、個人的な思い出の品 2,3 点くらいです。個人の持ち物は旅行カバン1つ、もしくは2つに収まっています。実用性のないものは捨てて必要ありません。古い洋服ダンスは座り心地のいい柔らかいソファーと交換したり、着なくなった服は捨てて上質のウール製品を代わりに選んだりしましょう。このように物を整理するのと同じで、交友関係も整理することで、本当の友達と過ごす時間を増やすこともできます。負の価値観や習慣は積もり積もって立っていられないほどの重りとなります。ネガティブな無気力、うつうつとした気分、悲しい曲や陰気な人たちにも別れを告げましょう。では続いて2、シンプルが人を磨く。この章では3つのポイント、究極の品性とは、服は8ヶ月使えるものに、持つべきものは本物というポイントについて解説していきます。まず1つ目のポイント、究極の品性とは、女性は自分を完璧に着こなしていると思っている場合、その状態の自分を放念できる、これを魅力と呼ぶのである。そして自分自身を放念することができるようになればなるほど魅力は増していく。これはアメリカの小説家フランシス・スコット・フィッツジェラルドが書いた「夜は優しい」に出てくる一節です。スタイルは自分を理解した上に完成します。流行は変化していきますが、スタイルは残ります。流行は一種の見せ物ですが、スタイルはシンプル、美、そして優雅さの味方になります。流行は既成のものですが、スタイルは自分で決めるものです。年齢を重ねるごとに自分のスタイルを洗練させていきましょう。品性の究極の価値は、そこから醸し出される穏やかさにあります。理想はただ服を着るのではなく、自分らしさを感じられる装いです。シンプルであることは、すっきりしたスタイルの鍵であり、かつ人の心を引きつけるもの。優雅な女性はクリスマスツリーのような着飾りはしません。体を締め付けすぎる服、その逆の大きすぎる服も決して優雅とは言えないでしょう。そうは言っても、自分にぴったり合う服を見つける戦いに飽き、疲れてしまった人もたくさんいると思います。もし自分がそうなのであれば、まずは手持ちの服の中から中途半端な服、小さすぎたり古すぎたりすぎるがつくものを処分するのがおすすめです。色あせた服を着ると老けて見えてしまうので、それも要処分のポイントになります。着こなしの良い女性とは、
センスの良さだけでなく聡明さ、ユーモア、そして大胆さをもその装いで実践しているものです。一貫して一つのスタイルを守り続けることが大切で、人の真似をしようとすると簡単に自分自身を見失ってしまいます。自分自身を理解して初めて自分らしいスタイルが生まれる。スタイルとは自分に精神的な落ち着きを与えてくれるものです。自分が素敵に着こなし優雅で自信たっぷりだった時のことを思い出してみてください。その気持ちは周りにいる人にも必ず伝わります。そして自分が選んだドレスやアクセサリーは同様に周りにも喜びと楽しみを与えます。私たちが生きているこの世界に美しさという趣を少しでも添えることは私たちに与えられた務めです。ワードローブの服一着一着がその務めを果たします。今こそ自分のスタイルを確立させる時です。躊躇せず実践してみてください。では続いて2つ目のポイント、服は8ヶ月使えるものに。少ないことがより多くをもたらしてくれます。まずオーソドックスなスタイルの服を選びましょう。年間を通して8ヶ月は上下の装い、あるいは他の服と組み合わせて着ることができるものにします。材質はビロードやレザー、絹、麻、ウール、またはカシミヤなどで変化をつけるのも賢い方法です。衣服の分別をして本当に好きな服だけを取っておく。最良の装いを見つけることは何を着てもなぜか着心地がしっくりこないといった長年のストレスを解消してくれます。最善の装いは朝その服を着て出勤するとき、気分よく颯爽と一日のスタートを切ることができるでしょう。これだけでも自身を煩わしている悩みの種が一つ減るので取り入れるべきです。現在の自分に似合わない服を取っておく必要はありません。では続いて3つ目のポイント、持つべきものは本物。基本となる服は薄いウール製の仕立ての良いパンツ、ツイードの上着、仕立ての良いオーバーを冬のために用意します。季節の変わり目や夏用には朝のジャケットを1、2着、そして T シャツなどの各種トップスがあれば良いでしょう。週末、お出かけ、仕事といった目的別に着る服も完璧にコーディネートしたものをそれぞれ少なくとも3通りずつ揃えることです。もし家で過ごす時間が多い場合はそれに合わせたワードローブ構成にしてみます。このようにきちんとした身なりをして、そして行き届いたお化粧をしている女性はプラスのエネルギーを放出しています。食費の予算を組むように自分の服のためにも予算を取りましょう。きちんとした服を身につけることは決して無用な贅沢ではなく、バランスの取れた生活の一部なんです。まず自分は何が欲しいのか、何が必要なのか自問し、その次に値段を考えます。価値の高い服は頻繁に、そして長期間着るものにしましょう。高価であればあるほど利用価値の高い品物が良いでしょう。できればオーソドックスな服、常に品質が証明されているブランド品、そして手入れが簡単なものを選ぶようにしましょう。もしすでにあるものを買いたいと思ったら、まずはそれが自分のワードローブの最低5着とコーディネートできるものかどうかを考えてみてください。そのことを買い物をする時の心情にするとうまく持つものを調整できます。では続いて3、幸せを呼び込む家とは。この章では3つのポイント、お手本は〇〇の部屋、光や音を選ぶ、中国の風水で良いエネルギーを満たすというポイントについて解説していきます。まず1つ目のポイント、お手本は〇〇の部屋。部屋のコンセプトはコンパクト、快適、便利、この3点だけです。究極の目的は気楽に生きること。快適さは空間によります。住まいに関しての一つの理想は凝縮モードで生活することです。18世紀によく見られたブドワールという女性のための今に改めて注目してみます。ブドワールとは洗面台と衣装戸棚、壁一面に鏡がはめられて、隅には休憩のためのソファーが置いてあるような今です。女性がプライベートに手紙を書いたり、または自分のために時間を過ごしたりする女性専用のスペースでした。そのわずか数メートル四方の空間の有効活用が驚くべき効果を生むこともあります。狭いながらも完璧な部屋の片隅で好きな本とともに一杯のお茶を飲むことは至福の時間をもたらしてくれるでしょう。では続いて2つ目のポイント、光や音を選ぶ。家の中では均一の明かりは避けて、できる限り自然の光を住まいに取り込む工夫をしてみましょう。そして光と同様に家の中の音も思っている以上に私たちの健康に影響を及ぼします。人の耳には60デシベルの会話は受け付けても120デシベルに達すると苦痛に感じるそうです。例えばミキサーの音は100デシベルくらいですが、確かにうるさく感じるのも納得できます。電話、目覚まし時計、玄関の呼び鈴など全て慎重に選ぶようにしましょう。最後に3つ目のポイント、中国の風水で良いエネルギーを満たす。5000年も前から中国人は住居に風水を取り入れています。風水はいわばエネルギーの循環の科学を経験的に活用していると言ってもいいものです。風水によると私たちは常にその日の天気、接触する人、物などからの影響を受けています。私たちの日常を満たしているものが影響を及ぼしているんです。
風水はまずその場所の清潔さにこだわります。なぜなら通常外見が行き届いている場合には他も同様にきちんとしているものだからです。そうすると精神も冴えて決断も大胆になります。玄関は温かく人を歓迎するように明るく花が飾られているといいでしょう。鏡や明るい色彩の絵画を置くことでその場所の薄暗さや狭さをカバーすることができます。私たちが住む世界はこの宇宙の法則と完全に調和した動きをする必要があり、生命の根源を観察し理解することはその法則と私たちを和解させます。そしてそれを私たちの生活に取り入れることで私たちは宇宙の流れに逆らうことなく進むことができるようになるんです。ではこのあたりで最後に内容をまとめます。 1. 本物だけを残す。真の満足を知るのは大変。物の機能美。物付き合い、人付き合いを整理する。 2. シンプルが人を磨く。究極の品性とは。服は8ヶ月使えるものに。持つべきものは本物。 3. 幸せを呼び込む家とは。お手本は〇〇の部屋。光や音を選ぶ。中国の風水で良いエネルギーを満たす。という順番で解説しました。今回紹介した本、シンプルに生きる、人生の本物の安らぎを味わうについてまだまだ紹介できていない部分が多いです。おすすめの本ですのでぜひ読んでみてください。いつも通りリンクは下の概要欄に貼っています。というわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです。自分に役立つ本を探したい、そんなあなたにぴったりのサービスがあります。え？人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説、短い時間で理解度アップ、ビジネス図書館東京。